ンチャーショートです今回なんですけど、2月9日の放置少女の更新について見ていこうと思います。かなり更新情報多いですね。今回盛りだくさんです。まず、百花美人で、ダクシンがやってきますね。まあ、このキャラ、奥義優秀なんで、取っといたらいいかなと思います。で続いて、映画銀月なんですけど、運無創生がやってきますね。まあ、こちら120円で原、憲法155時間戦闘機1枚もらえるんで、 まあ、コーヒーいっぱい買う感じで買ってもらえばいいのかなと思います。もちろん、美課金の方限定にはなりますけど、購入をおすすめします。で、ついて、コーギフト、こちらも美課金の方は購入おすすめなんですけど、120円で、原本52時間高速戦闘機1枚、高級ガチャ券1枚が7日間毎日もらえる。めちゃめちゃ大きいです。120円で、 まあ350元歩2時間戦闘券7枚高級ガチャ券7枚もらえるんでめちゃめちゃ優秀なギフトになっていますでラッキーサーでしばしダッキー、今川義元が来ますけどまあダッキーはここで取っとくことをお勧めしますねあのバフとか持ってない方であればこの蓄力のダッキーのバフっていうのはあの今でも最,最終的にも使うかなと思うんで 最終メンバー戦役最終メンバーにも入ってくるようなキャラになってくるんでおすすめしますでここからちょっと盛りたくさんなんですけど少女の休日っていうことでこういうの UR アバターがやってきます結構可愛い感じの見た目になりましたね で続いて灯籠流しっていうところでかぐや姫がやってくるんですよねかぐや姫私もめちゃめちゃ扇目当て扇とまあ奮起キャラ闘技場の奮起キャラとしてはめちゃめちゃ優秀なんであのー、かぐや姫撮りたいなとは思ってるんですけど、まあ、ちょっとお金と相談しながら悩んでみようかなと思いますで続いてこのキャラですよ加工派の花嫁が来ます一気に来ましたよね、まあ、花嫁 私ちょっと加工が育てているサーバーあるんで、まあ初めて花嫁撮ってみようかなってちょっと思ってますね。まあどんな性能になるかはわかんないですけど、まあ十分に使えるキャラであれば狙っていこうかなと思います。もう見た目では取るかなと思ってますね。 で続いてですけど、ネネかなネネがなんか無料で配られるっていうイベントがあったと思うんですけど、それのこう、えー、まあ、大体のイベントがやってきました。超中継で合ってますかね、まあ、読み方ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、この前の王将くんと同じパターンですね。毎日デイリー任務とデイリークイズっていうやつが。 まあ余分に、普段の出入りとは別に、追加で実施されると思うんですけど、そこで、音明書きですかね、ちょっとごめんなさい、読み方わかんなすぎて申し訳ないんですけど、そのアイテムと、超中継の絆とか、他のレアアイテムが交換できます。で、これ、デイリー任務で要注意なんですけど、原稿、課金を促してきたり、原稿を消費させてきたり、ちょっとそういうデイリー任務があるんで、それはなるべく、 あの無理はしない範囲でやってもらえばいいのかなと思います。あの、できる範囲でやってもらえばなんとか取れるとは思うんで、まあ、ちょっと取れないと、これをやらないと取れないというところまでは、デイリー任務、無理はしないでいいかなと思います。で、まあ、この50ですね、あのデイリー任務ー10、20、50と、あのそれぞれ恩苗がけ獲得できるんですけど、50のやつがそういう、 ちょっと無理難題を打ってきたりすることがあるんで、まあ、それだけちょっと要注意ですね。で最悪の場合、あの最終日7日目以降ですね、絆20を3回だけ買うことができるんで、まあ、最悪ちょっとそこで頑張るって感じになると思います。で、えっと、ここ、めちゃめちゃ要注意なんですけど、イベント開始実感2月9日12時、イベント当日12時前に任務をクリアした場合は、今回のイベントに累積されない。 てるんで、ちょっと明日のデイリーはのはあ1 22時以降ににやるこことをおすすめしまますす、ね、れ本当に要注意ですで、まあ、2日までありますね。2月9日から2月22日まであるんで、まあ、こんだけ期間あれば、なんとか取れるかなと思うんで、うん、まあ、まったり頑張ってもらえばいいのかなと思います。まあ、このキャラもまた、めちゃめちゃ際どい格好してるんで、あんまり映すと、 問題まあなんで明日は加工派ですよね多分目玉キャラは加工派だと思いますまあ加工派これまで育ててきた方は是非多分強くなると思うんで取ることをおすすめまあ今の段階でおすすめするのもあれなんですけど、まあ、見た目的にも取ることをおすすめいたします こ声で今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放射症の動画をどんどん撮っていくんで、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。